B、ファースト、上腕、セブンティーン、ストプリ、紅白、顔ぶれ一新した男性グループ出場組の実力。今年も年末の足音が近づいてきた。11月13日には NHK ホールにて第74回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手が発表され、初出場13組を含む全44組の出場が決定した。昨年の第73回 NHK 紅白歌合戦では、ストーンズ、なにわ男子、上腕、B、ファースト、スノーマン、キング&プリンス、関ジャニ8、キンキキッズの8組の男性アイドル、ボーイズグループが出演。今年は旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップの所属タレントが出場しないこともあり、同枠の出演数は減ったものの顔ぶれは一新。日本国内のみならず K-POP からも多様な面々が集結し、次世代を担うグループが集まっていることも注目すべきポイントだ。本校では選考基準1となった今年の活躍、世論の支持、番組の企画、演出の指標を参照しつつ、異なる特徴と実績を持つ5組のボーイズグループ、男性アイドルグループの魅力を紐解いていく。